さすぎるな。おはよう。星投げコメントよろしくお願いいたす。今日はすっきりしてます。昨日はすごく重かったけど、朝から今日はすごくすっきり起きてました。よかったです。昨日はね、夜寝る前にちょっとだけ40分くらいかな、 YouTube の動画編集もできて、すごく心もワクワクというね。でも今日の舞台が終わったら明日最後愛媛やって、そしたらもう愛媛とお別れしないといけないから、しばらくちょっと寂しいかなっていうね。おはよう。そうですね、昨日は11時ちょい前には寝れたかな、まあ、11時過ぎに寝たかな。11時過ぎに寝て結構すっきり起きれたので、もしかしたら11時過ぎに寝て6時くらいに起きるのが私のベストの睡眠時間なのかもしれません。だって11時過ぎに寝て6時ってことは、まあ約7時間寝てんのか。あ、そうだ、今日誕生日って言ってたねおめでとう。おめでとう。おでこサンシャイン届い。じゃあね、朝のモーニングルーティンですね。モーニングルーティン、まずはストレッチから始まります。ストレッチです。ひろみさん、ありがとう。なんと昨日の夜のうちに抜かされて7位になってました。7位になってる。29万ポイントもそれも差がついてますね。ちょっと朝だから声がかさついてる。ちょっとマスクしとこう。あ、チャレンジからアイテムがあるもらえる。お腹減った。今日の夢は大戸屋のウーバーイーツしたり、なんか大学行ったり走って、小学校中学校の、まあ、小学校の同級生かな、小学校の同級生と班活動をする夢でした。なぜ室内でマスク、ちょっとこれから舞台に出るのであんまり喉乾燥させたくないから、なんか許してほしい。あまし喋ると喉乾燥させちゃう。今日寝る前につけたんだけどさ、寝る前にマスクつけたのにさ、朝起きたら普通に取れてるよね
おはよう。いたたたた。いたたたたた。いた。おはよう。すっぴんだからなんか眠そうな目。なんか私さ、高校にほぼほぼ行ってないからさ、すごい子供のキャラ弁作ってるの。高校にほぼほぼ行ってないから、だいたい夢に出てくる同級生がさ、小学校の同級生。なんか中学も言って、中学ってでもさ、小学校が合体するみたいな感じで、小学校の同級生もいるんだけど、中学も言って、私小学校の同級生のこと結構仲良くしてたから。夢に出てくる同級生マジで小学生しか出てこない。小学校の時の友達、同級生しか、あんまし中学の同級生出てこないや。でも定期的になんか、なんか特に小学校の時めちゃくちゃ仲良かったわけじゃない子とすんごい話してる夢を定期的に見るんだよね。なんか寂しい人間だな自分とか思いながら。もうね、服がないの。今日買いに行かないといけないかもしれない。小学生の時に仲良かった子が夢に出てくる時もあるけど、別に仲良くなかったけど同級生の子たちも出てくる。男の子とかあんま私仲良くいなかったんだけど、小学校の時からそういう子とかも出てきますね。おやみんな、カント星投げろピクね。今日は3つの幕しかないから。今年のスーパー T シャツの販売はもうちょっとだと思いますよ。伸びますね。寝るときは仰向き、右向き、左向き、うつ伏せ。仰向けか右向き。断捨離エドバイス無になる。
あと写真を撮る、捨てれない、使わないけど捨てれないものは写真を撮って捨てる。スカイさんありがとうってやるといいと思います。今日は舞台ジョン・マイ・ラブの10時半公演です。マクさんありがとう。10時半公演です、ありがとう。いたたたた、ふくらはぎいたたたた。よいしょ、ここに足を向けて。奥さんハートたくさんありがとう。10時半公演の時は結構早く起きないと間に合わない、体作り。なんか劇場行ってからストレッチとか発声練習していてもキツキツなんですよね。私結構ゆっくり人間だからさ、手際良くないっていうか焦るとダメなんですよ。スペースゴーさんありがとう、おはよう、みんなおはよう。私焦っちゃうのがあんまり好きじゃなくて、ちょっと人よりゆとりを持っていきたいのですよ。結構せかせかしちゃうタイプ、早く終わらせちゃうタイプ。こういうことはなんか物によってはめっちゃ後回しにするんだけどね。こういう感じのことはだいたい早めに終わらせるで、余裕を持ってもうメイクだいたい劇場入ったらもう先にメイクとかしちゃって、また余った時間でちょうど歌やったりとか。でも8時10時半公演も本当ね、行ったらすぐだいたいね立て返しとかが始まっちゃうから、本当にね、あやばいやばい、今日このまま出て大丈夫かなっていうこの気持ちで本番を迎えることになってしまうのよ。でも前発声練習しすぎたら声枯れてから、そうなんか先週出た舞台で2日目、私が27日に舞台出たんだけど、26、27、28って出たんだけど、間の27日声枯れたんですよ途中で。びっくりした、急に声枯れて。そうあの時はその日めっちゃ発声練習したの私朝。あの日14時公演だったから朝結構ゆとりがあって、マジ2時間くらいかけて、1時間かけて発声練習ってかボイトレして、したらなんかよし今日めっちゃボイトレしたからいけるっしょと思ったら、なんかリハの時に急に喉がうっってなって、あれなんか怪しいな、雲行きが怪しいなと思ってたら本番中に枯れちゃって声が出なくなっちゃったので、あんまし撮影練習しすぎるのも良くないんだなってことに気がつきましたね。うん、気合い入れてしたら枯れましたから本末転倒ということですわっていう話をリツーさんと。まあ皆さんが助けてくれたおかげで一応終わりはしたんですけどね。声が枯れて落ち込んだ、逆に落ち込まない人いますかね声が枯れて、ああ声が枯れちゃったイエーイみたいな人いないでしょ、さすがに。どう考えても落ち込むでしょ。そんなことはないか、
強い人は落ち込まないか。そうだよな。この配信は約1時間します。くせっちゃか。今は足を重点的に伸ばしたから次上半身ですね。私の生誕 T シャツの販売はねまだだないかな。まだ分かんないな。ちょっと20日いつから始まるか、もうちょっとだと思うから待っててください。ありがとうね。これはさ、私の T シャツを楽しみにしてくれてるのかさ、7レンジャーって書いてるからさ、ナナスちゃんも確か7月だよね。7月だからナナスちゃんの楽しみにしてるのかな。本人も把握してない。本人が把握してないことの方が多い気がする。そうだよ、これから舞台だよ。おーすごい、フル完了、すごい。まあ別にあれですわよ、あの本人が把握していないのが悪いというより、そういうところをね把握するお仕事が事務所のお仕事だと思いますので、あのそりゃそうだぜ話でございます。はあ、ひねくれた人間で育っちまったぜ。自分の性格が変わったのかな。でもなんか メンバープロデュースの文字なくなってない。撮ったよ前、確か。チュース、おはよう。抜けまで26万ポイント。よいしょ。よいしょ。肩をね回すと。チコミントさん、かっこゆうこしさん、ありがとう、レインボースター。ふう、このクリエイター王って何ですか。お、西さんがフォローしました。やった。よし、ちょっと
発声練習じゃない、歌歌ってた。なんかすごくダサい髪型やな今の自分。ふべ？ふべ？ふべ？なんとこの。タイミングでまさくまさんがありがくまタワーを教えてくださいました。ありがくまタワー。ちょっと今ちょっと想像してなさささすぎて、なさささすぎて一瞬時が止まったよね。ありがとう、初頑張ってね、やさぴー。書いとこ。またこのイベントが全部終わった時にありがたわしてくださった方とかの名前を一気にメモ帳とかのやつに書こうと思ってるのでお待ちください。まあ、さくまさん、やばい滑舌、まあ、さくまさん、ありがくまたわに、エースのアンペットマックユースさん、ありがレインボースター、すげえめっちゃたくさん、そんな持ってたのレインボースター、ありがとう、たくさん集めてくれたのかな、ありがとう。トゥ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 、電車見られてるの、竹蔵さん見られ、見られてる竹蔵さん面白うん、あのね、ゆうとさんはね基本あれだもんね、帰宅早いもんね、比較的。顔七変化、タレ目ね、私釣り目なんだけどさ、ここがこうさ、私この目のね、ここが結構急カーブな感じの目をしてて、目の横幅が全然ないから、それがちょっとコンプレックスなんだけど、なんか最近メイクの施し用にはそこそこ垂れ目にできるってことに気がついて、ボーン市はね、暑い街で。うどさん、ありがしゃくらんぼアメジストさん、ありがレインボースター、うどさん、ありがハート。おお、みんなのおかげで6位まで22万5000ポイントになった、縮まった、やった。ちょっと立っていい？男性キャストさんみんな自分よいしょ、あ、顔が見えない
この距離だと15面とか見えないな。おはよう。次は発声練習でもしますか。あーちょっと待って、まあストレッチはまたいい感じの時にやります。まあさすがに顔見えない配信はね、じゃあ私がやりにくいのでえすごい18万ポイントだった。さっき27 28とかだったのに、すごいみんなのおかげで縮まってる。時間あるの、まあ、ちょっとはあるよ。ちょっとは何ゆったりしてたらすぐ終わるけど、さっきやった続きくらいのストレッチなら全然あるし、また動く前に結局ストレッチちょっとするからね。さささっと、頑張ってください。ありがとうヤサピーマン、一緒に頑張りましょう。じゃあこの今回のテンポで、テンポはちょっとよくわかんないから適当、腹式呼吸します。それではいきます。ちょっと今のタイミングだけマスク外させて。ちょっと。パ千葉さん、ありがんぷ。
次はサイレントに挑戦してみる。ゆやさん、ありがかわいい、ありがとう。私はまだまだ発声練習してるだけでもまだまだだなって感じだよね。ボボ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 ボ、うん、水飲みたいね。なんかちょっと私のコメント欄をポエムする場所だと勘違いしてらっしゃる方がいるんだけど、ノーノー、ここ私のコメント欄、 This is my コメント欄、 No poem、 ポエムする場所じゃないよ、チェケラ。ブレツっていうのをしてます。ありがとう。これは練習というよりもウォーミングアップ、声を出しやすくするウォーミングアップ。なんかかっこいいなんてそんな全然でしょ。照れ方が気持ち悪いよ人。そんな全然でしょ。ルドさん、リガ音符。な、お、ちょっと声出るようになったの分かりますか？あるかな。なんかそういう系のとあるかな。キャンさん、ありがだるま、ありがキャン。ああ、朝の空を見上げて、今日という一日が、
ちょっと下があれだね、まだちょっとお水取ってきます。よいしょ。元彼のうーどこのドイツだって書けないじゃない。あとはね、ちょっとベロのストレッチをするんだけど、あんま見せたくないからマスクの下でやるね。これで、ってなんかベロ出してベロのストレッチ。ってやるとなんか軟口蓋っていうところを上げて声を、軟口蓋でとこを上げると高い音が出やすくなったりとかするとか、軟口蓋を上げないといけないんですよ。口の中、喉をって下げて軟口蓋を上げるの。軟口蓋を上げる方法は眉毛上げたり口角上げたりするのと、で喉下げるのもストレッチで慣れたら下げやすくなる、自分で下げ方が分かるようになるらしくて、なんか私はそう、それをね苦手だからやってる。あの子は俺が育てた。違うよ、育てたのはご両親だよ。高音なんか出やすくなる、なんかってなったら、あー、響きが変わるのかなと。キャンさんありがかわいい、なんかちょっと明るくなる。なんか軟口蓋を開けなさいってめっちゃ言われる、めっちゃ言われる。あーな、なんかわかるかな、なんか歌苦手やねん、苦手だからなんだけど。あー負担も減る、確かにそうだね、喉開けてると思う。まーねー、うん、ちょっと歌ったらバンザイそうだからだけど。宇田さんありがしゃくらんぼ、スノーさんありがハート。ちょっと温まってきましたね。ちょっと肩こりがひどいから肩周りが硬いけど、よいしょ。なんかそういうちょっと高いところ、朝の空を見上げて今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いした。ちょっとまだあれですね、あとここをここの固まってるところ、もう何回も言ってるけどさ、ここポエム書く場所じゃないねん。ここ私の表面トランやねん。ポエム書かないでください。そこの自然の名前をしてる、自然界の名前を書いてる名前の方。ここは
あのポエムするとこじゃないんですよね。ぜひねポエムはね自分のノートに書いてください。お願いいたします。お願いいたしますお願いいたします。キャンさん、あれがレインボースター、ありがとう。お願いよ。あと20分。おいおい。いろいろ参加するな。まあでも、じゃあ歌声がそうね、心だよっていう。まあ心はね、もうもちろん大事だけど、私が最近思うのは、その自分の気持ちを歌で乗せるために結局歌の技術が必要だと思う。歌の技術がないと、ただただ感情が高ぶると、汚く聞こえちゃったりとか聞き入りにくい歌になっちゃうけど、それで歌の技術を身につけることで自分のこの気持ちを相手に聞いた時に聞きやすい、ね、歌声になるためには結局歌の練習が必要だと私は思うので、その心を表現するために歌は練習しないといけないと思うんだわな。だから心だけじゃねやっていけないぜベイベー。ちょっとね、論点がずれてるかもしれませんか。おすごい、鬼滅の刃のキャラ弁完了。あってに曲げる気持ちだけ。やだー。何、鬼滅のキャラ何にしたの？まじで歌が本当に苦手だけどね。なんなうん、私は自分の歌声はもし綺麗じゃないから、なんか歌がさ上手な人って話し声から綺麗だよね。なんか奈々さんとかさ、さやりんとかもさ、なんか話してる時から清涼感あふれるじゃん。私話してる時ここら辺で話すの、それを直さないと直した方がいいんだろうなって思います。なんかね、もともと生まれつきね、多分ね、なんか性格もある気がするんだけど、性格も相まってなんかここら辺で、あ、歌恥ずかですみたいな、あーね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 ーって感じで話す癖があるんですよ。だからなんかもうそれこそね、南郊外を上げておはようございますみたいなね、はっきりした声で喋っていきたいですねって思いました。で、私逆になんか普段いつもこんな感じでドラハツカレーあーなんでですよねみたいな、こんな感じの声で話すから、歌を歌った時にですって言いつつなんか歌声なのに、意外に歌歌ったら急に元気に歌うじゃない、元気にっていうかさ、いや、なんかこの感じも残ってはいるんだけど、そうなんかあれ歌ったらなんか全然違うねってよく言われる。いい意味でも悪い。ネアンデルタール人は歌うように会話してたらしい。へえ。ネアンデルタール人っていうのはどこのあれですか？あ、18万ポイント。6位まで。なかなか7位から抜け出せないね。昨日やった6位だって思ったけど、また差ができちゃった。まあ私が早く寝るのがいけないのか。よし、メイクしよう。あとは、あと15分は。
ちょっと発声練習はあんまし人に普段からちょっと人に聞かれるのは恥ずかしいからあんまし、いつもね結構早く来て誰も人いない時間に発声練習したりするくらいあんまし恥ずかしいので、ちょっとあとはメイクをしましょう。あーこぼしちゃった。ちょっとメイクをねして、あと15分過ごしましょう。はい、本日のメイクタイム、顔がむくんでます。ホモサピエンスにも負けて滅んだんだ。キャンさんありがファイト。そんな昔の人が歌うように会話してたっていうのが分かるっていうのがすごいね。ありがファイト。チョコミント様ありがレインボースター。早くまちゅげじゃない眉毛を整えたいとございます。最近なんかどっかの YouTube でオイルをなんか先に塗ってる人がいて、まあ物は試しだと思ってちょっとなんかオイルから塗ってみてます。あと13分でどこまでメイクできるかだよね。でも下地くらいしかできない気もする。下地とまつげくらい。でも意外におてっちゃんのメイクは適当かもしれない。私なんかあんまし時間かけてないかも。結構サササササってやっちゃう。なんかそう、へえそうなんだ。ああなるほどね。いつもだいたい縦返しとか歌のリハが必ずあるんだけど、そうあるんだけど、その前にだいたい下地とかファンデーションとか終わらせて、そう終わらせて行くようにしてる。じゃないとね、結構その縦返しとか出てない人はその間でメイクとかしたりとかするんだけど、そう、うどさんありが花びら。私は結構その縦返しとか大体全部出てるから間でメイクができなくて、あんまし余裕がないんだよね。掘り返してしまった。いいよ、掘り返していこう。うどさんありが花びら。ねえすごい、すごいよ、その柄を作れるのがすごい。あーそう、縦返しは縦の確認。はい、化粧水を塗りました。ピース。そう。すっぴんはひどい顔面でございます。これは乳液です。乳液。ありがキャンさん、ありがファイト。アメジストさん、ありがかわいい、ありがとう。あーここでしょ、よくやるよこのマッサージ、ここでしょ、あとここもやる、よくこうやって耳の後ろ流した後にこうやってやってからの鎖骨をぐりぐりってするってなると結構スッキリするよね。あとこうやって
あとは眉毛、この眉毛をゴリ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 ってやると気持ちいいです。でもあんましほっぺなんかマッサージするといけないらしくて、でこめかき、なんか私は撮影とかはもうちょっと丁寧にするけど、舞台は撮影はないからまあある程度のねあれでいきますね。あと耳も回すのも気持ちいいよ。そう、耳回すのもすっきりするからやってみてね。はい、こんな感じ。ふう、何してるの今。舞台用のメイクをあと残りの時間でやってます。ベラマーシー、これまるちゃんなの、かわいいでしょ、買った自分で。なんか社会って怖いって思った話があって、なんかこれまるちゃん770円だったの、まあ、まるちゃん770円って、まあ、まあ770円の時点でちょっと高いなと思ったんだけど、だって100均とかでこのピンって売ってるからね。まるちゃんっていうこのキャラクターがあっての770円で、まあ、高いなとは思ったんだけど内心どっかでね。でまあでもまあ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 って思ったんです。まあ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 と思って、はい、まあ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 と思ったんだけど、なんと隣にあったこじこじは、こじこじって最近ね人気なのかな、1770円でした。まるちゃんの1000円高くてびっくりしちゃった。こじこじ1000円高いじゃん、1770円って。なんかまるちゃんも競争社会の中に生きてるんだなと思った。そう、なんかアイドルもさ、まあ言って競争社会じゃないですか、競争社会じゃないですか、大変だなとか思うことあるけどさ、こじこじとちびまる子ちゃんもこんな争っていたなんて、もうみんな大変なんだと思ったらあれですね。ズボン高すぎるでしょまるちゃんも頑張ってると思ったら私も頑張んないとと思いながら、まるちゃんのピンも買いました。770円、さすがに1770円は20日払えないかも。ピンに770円でギリだったもん、あたっかいなーと思いながら770円に手伸ばしたら、その斜め隣にあったんだけど、上くらいに ここら辺にこうあったんだけど、こじこじが1770円で、あ、まるちゃん私が買ってあげるからと思って買いました。ここにニキビがありますね。まあおでこはあんま見えないんでいいでしょう。ただおでこにニキビができた原因をなくさないと、ちょっとまたほっぺにニキビができてしまう。よいしょ、はい、日焼け止め塗った。ちょっと下地取ってきます。鼻痒い。あと5分ですね。ちょっとランキングを読みながら、まる子ちゃんとサザエさんだったら私はね断然まるちゃん派かな。ちょ、このピン、おでこ広っ、おでこ広っ、このピンをつけてる私日記行くのが愚問さ、シャキーンちょっと待ってね、一瞬横にします。なりません。あ、なんかダメだ。
ちょっと横にするとランキングが出てこないからランキングを読みたいと思います。13位源さん元さん、どっちだろう、源さん元さん、ありがとうございます。12位紫モンドさん、紫モンドさんありがとうございます。リリーミューのサジ。11位タクヤさん、タクヤさんありがとうございます。ありがたくやさん。10位エニョアットマークももかえのアイさん、ももかえのアイ、エニョさんありがとうございます。9位エリオルマルさん、エリオルマルさんありがとうございます。エリオルマルさんありがとうございます。8位チマさん、チマさんありがとうございます。チマさんありがとうございます。7位スノーさん、スノーさんありがとうございます。ありがとうございます。6位ヒイラギさん、ヒイラギさんありがとうございます。ありがとうございます。すんごい人たち塗りながら話してごめん。5位キャンさん、キャンさんありがとうございます。ありがとうございます。4位アメジストアットマーク歌団初見たいさん、アメジストさんありがとうございます。ちょっと絵面がひどくてごめんね。アメジストさんありがとうございます。3位チョコミントさんアットマークてっちゃん頑張ってね、ありがとう。ありがチョコミントさん、チョコミントさんありがとうございます。鼻かゆい。2位 S のワンペアとマークゆえふさん、 S のワンペアさんありがとうございます。 S のワンペアさんありがとうございます。そして1位はマーサクマさん、マーサクマさんありがとうございます。マーサクマさんありがくまたわもありがとう、ありがとうねん。ひろくんさんファイトありがとう、配信ありがとう。こちらこそ、ちょっと撮影します。じゃあと2分、ちょうど下地を塗っていい感じかな。うん、いい感じではないんでしょうが。でこっからファンデーションとコンシーラーとかをやって、終わりなんですけど、ファンデーションはリキッド派、そうよ、メイクというものはね、すべてね、いろんな過程があるのよ、過程が。お腹減ったな。じゃあ頑張ってきます。次の配信は5時半からだったかな。ちょっとツイッターにも載っけてるので、ぜひチェックお願いです。ちょっとね、舞台に出てきます。今からそれではまたね、応援してくれてありがとう。行ってくる。装置装置。バイバイ。今日も頑張るよ。おやすみ。待って、今日朝7位だったよね。え、待って、結構空いたのにまだ7位にいられてる。うわーい。でも31万ポイント明るい。イエーイ。なんかいた。こんにちは。ちょっと一瞬充電器をさせていただきたいところでございますので、充電器はね、プリスンプリスンプリスン、なんかいいとこないかな、置けないかな。なんかさ、なんかあれかな、映るかな。え、この画角おかしい。まあいいか。
ひらめいた。今日はジョーンマイラブっていう舞台。あ、失礼しました。あ、来た来た来た。あ、分かった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 、来た来た、こうだ。うお、待って、見せたいね、パピに。パピちゃん筆箱に抱いてもらってる携帯を。こんにちは。ちょっと時間早めちゃってごめんね。今日も暑いね。今は7位ということで、6位まで318,000ポイント。6位目指して頑張ります。宇多田さんオッツです。 Thank you very much です。見て、まるちゃんかわいいでしょ。今日は公園に出てきたから、終わってメイクを取ったから、もうね、血色がないね、人間なんですよ。かわいいです。この時間はなかなか見れる人少ないよね、ごめんね。明日は一番配信できないかも。明日が、明日朝やるじゃないですか。で、公演終わって、うん、配信全然できないかも。明日1時間ちょっとしかできないかも。ひらぎさんありがとう。垂れ目？マジで？初めて言われた。初めて言われた。私ずっと釣り目だと思って来てきたんだけど、いや釣り目だよ、私釣り目だってあれ垂れ目？あれ何？年齢を重ねた垂れ目になった？どう思いますか？釣り目だと思いますか、垂れ目だと思いますか。私、あ、どっちでも、あの、私どっちでもいいんで、どっちか、あの、正直に答えてください。あの、どっちがいいとか特にないので。誰とか垂れ目だと思いますか、釣り目だと思いますか。垂れ目、釣り目、釣り目。あ、中が鳴っただよねだよね、私もそう思う。普通なの？もし普通だったのか。あ、だからみんなが悩むってことは普通ってこと？普通ってことか。初知りなんだけど。私ずっと釣り目だと思って生きてきてたの。ずっと釣り目がコンプレックスだから、ちょっとここに赤いの引いてみようとかやってたんだけど、釣り目が好きな時もあるんだけど、気分によるんだけど、ずっとでも自分釣り目だと思って生きてきたのに、垂れ目かもしれない。釣り目普通なの私って。イエーイ普通だったんだ。イエーイ知らなかった。もうずっとバリバリ釣り目の人間だと思って生きてきてたけど、でもなんか確かにね、最近目が丸くなってきたんだよね。昔はもっとねって感じの顔だったの。そう、昔はもっと、昔の写真見たら、あ、釣り目だなって思うと思う。
そう、昔はもっとって顔してたんだけど、最近目が丸くなってきたかも。私一番普通、いい意味でベーシックだなと思うのはおだいりなんですよ。おだいりの目ってさ、まあ、目は大きいんだけど、釣り目でもないけど垂れ目でもなく、めっちゃいい感じじゃない？ベーシックじゃない？でもズッキーって釣り目じゃない？ズッキーってどちらかというと、ズッキーも確かに釣り目だと思ってみたら釣り目だけど、垂れ目だと思ってみたら垂れ目のタイプか。お腹減ったっす。確かに確かに確かに、ね、おだいりっていい意味で普通だよね。顔はめっちゃ美人なんだよ。顔が普通ってことじゃなくて、パーツのその釣り目とか垂れ目とかの平均をいくよね。で、私こうやって近くで見たらわかると思うんだけど、目尻が上がってるの、ここが。てかね、短いんだよね、目の横幅が。目がね、しじみやねん。しじみだからね。まあそんなことはどうでもいいんだ。そんなことはどうでもいい、どうでもいいんすよ。にでもちょっとなんか今なんか光の加減もあって、涙袋がすごいあるように見えるからっていうのもありそう。そう、涙袋があるようになったね。あとメイクのねやり方でも変わるからね。明日ラストだ、ジョンマイラブ。そしたら次は4月、間違えた、タイムスリップしちゃった。6月の26日までない。ということはですね、23日くらい開くんですね。なるほど。ちょっと開いちゃいますね。ちょっと開いちゃう。ちょっと開きすぎちゃう。心配だわ、ほんま。心配だわ、ほんまに。こんちゃー。こちやーす、こちやーす。僕は時間の中身を覗いてしまった。切り替えるのね、大変だね。こんちやーす、こんちやーす。そうだね、最近なんかいろんなイベントがあるよね、あるよねん。ちょ、今動画の編集そうやさしてるんですけど、結構いい感じ。このショールームイベントが、ちょっと待って、ね、終わる頃には一個動画編集終わらせてきて、 YouTube のね、 YouTube の性格絶対に良さそう。だって性格良くないよ、性格良くないよ。性格良くないよ、全然良くない、全然良くない。お疲れ様です。全然良くないよ、普通人間。すっごい優しい、ありがとう。地元のおすすめの場所を教えてください。愛知行くよ、ということで。何が好きですかね、何が見たいですか、歴史が見たいですか、それとも遊びたいです
か、それとも食べたいですか、美味しいものが食べたいですか、それとも科学館とかそういうなんか何かを見たりとかしたいですか、自然に触れたいですか。ぜひそこから一旦選んでください。ありがとう、こんにちは。じゃあ全部紹介しますね。あ、やっぱりちょっと疲れちゃうんでやめておきます。自然風景が見たい。じゃあ愛知の竹島に行きましょう。あの島が神社って言われている竹島っていう島全体が神社の パワースポットみたいなが蒲郡の方にあって、ちょっとうーん名古屋の都心部から行こうと思ったらまだ1時間くらいかかるかな、まあ、でも電車で行けるんですけど、竹島っていうとこ行ってみてください。水族館もあります近くに。遊びたいし美味しいの食べたいです。遊ぶでもさ、スポッチャとかさ愛知感ないもんね全国あるからね。遊ぶ遊ぶ、ちょっと一旦レゴランド行ってみちゃう。私レゴランド行ったことないんだ。レゴでも遊ぶに入るかわかんないけど、大須商店街っていうのがあって、大須商店街はでも足で愛知はね遊ぶ、愛知はね旅行に来るとどこ行くんだろうみんな。大須商店街は食べ歩きとかがあるけど、まあでもなんかね、まあ、愛知だからできることなのかって言われたらちょっと難しいね。でも栄から歩いて行けるから大須商店街は、なんか大須商店街行ってお腹痛い、大須商店街行ってお腹痛い、大須商店街行ってお腹痛い、横腹が痛い、大須商店街行ってで栄行って、まあアイドル好きだったら SK48 劇場見たり、栄の中心歩いて、かな。あとは名古屋港水族館とか、名古屋港水族館は日本で一番特有化面積が大きい水族館だから、やっぱり私名古屋港水族館に小さい頃から行くじゃないですか。だから名古屋港水族館に慣れちゃってるから、他の水族館に行った時にあれ小さいって思うくらい名古屋港水族館はとにかくでかいです。でかい、うん、でかいです名古屋港水族館で。東大和植物園は日本で一番種類が多いのかな、植物とか動物の、だからいろんな動物が見れるから楽しいと思います。あ、イケメンゴリラっていう、シャバーニっていうイケメンゴリラもいますね。イケメンなゴリラが会います。で名古屋市科学館は、まあ、ちょっと科学館の内容はそうですね、小学生から大人までまあ楽しめると思うんですけど、プラネタリウムに行った方がいいと思います。プラネタリウムは、プラネタリウムはあれ世界で一番だったっけ、まあ、でも確実に日本では一番大きいプラネタリウムなんですよ。球体がすごいでっかい球体があって、とにかくでかい。プラネタリウム綺麗です、とても綺麗なので行ってみてください。あ、それも、名古屋市科学館は、結構名古屋の中心栄の方にありますので、あの栄行くついでにも行けるとは思います。はい、一瞬で行けると思います。名古屋市か、そうですね、東山動植物園と名古屋港水族館は、まあ、栄から乗ったら、まあ、言ってるのも20分くらいで着くんじゃない、そんなに遠くないと思います。電車、地下鉄できるんで。あら、ごめんなさい、名古屋市の東山、なんかシリが東山動植物園調べてくれてる、ごめん、いけると思います。高直さん、ありがとう。で、歴史が見たいなら今でもね、名古屋城はなんか工事よくしてるからあれなんだけど、今ね、多分名古屋城なんか工事してた気がする。シングさん、ありがリンボースターなんだけど、犬山城はおすすめです。犬山城はハートの絵馬っていうのがあって、シュングさん、ありが花びら、ありがとう。そう、ハートの絵馬があったりとか、インスタ映えのスポットがあったり、まあ、食べ歩きもできるし、城下町みたいな、まあ、ちょっと短いんですけど、ちょっと城下町があって、そう、しんのすきさん、ありがくまちゃん、ありがとう。しんのすきさん、ありがとうございます。シュングさん、学びらありがとう。そう、犬山城は、あと犬山城は
あの再建とかじゃなかったはず、あのそのままずっと残ってるお城とかだった気がするから、歴史があって面白いんじゃないでしょうか。ただアクセスはあんまし、多分電車とかで行けると思う。私はちょっと車で行ってるからちょっと電車があんま詳しくないんだけど、犬山城までの、あの新幹線で名古屋に着いてから行こうって思うと、まあ、ちょっと遠いかな、ちょっと名古屋市じゃないんですよ、だからちょっと遠いかもしれない。でもいいと思います。そうって感じですかね。あとは私あんま豊田の方とか豊橋の方あんま詳しくいろんなとこ行ってなくて、あと桃丸っていうラーメン屋さんはすごい変わったラーメン屋さん、ラーメン屋さんっていうか、台湾ラーメン食べたところ、私がテレビでアンロケっていう番組で行かせてもらった桃丸さんはすごい面白い。でも最近ね東京にも進出されたみたいで、名古屋だけじゃなくなった、愛知だけではなくなったんですけど、くんちゃんさん、リガリンボさん、トヨタはあのやっぱり世界のトヨタ様のトヨタなので、そういうなんかトヨタのなんかミュージアムみたいなのがあるのかな、ありますよ。車が好きな方はぜひ。木って名古屋もいいね。え、そうですか？普通のビルじゃん。え、なんかその楽しい要素あったか。普通のさ、木って私も行くけど、ご飯食べるとこがあったりするやつだよね。でも東京にもあるよね。そういう感じの。あー、ナナちゃん人形は名古屋駅の、ま、ちょっとある、名古屋駅の新幹線口からは少し歩くんですけど、名古屋駅にあるので、あ、ナナちゃん人形で写真撮ってください、あの新幹線で行く方は。今日今何着替えてるんだろうね。あと最近名古屋駅で言えば、最近のりたけの森っていう公園があったんですけど、そこが工事があってでっかいイオンができたんですよ。そうで、最近 TikTok でちょっと話題になってる本屋さんが、あとブックオフだ、なんだっけな、名前忘れちゃったんだけど、本屋さんがあって1階に、その本屋さんの踊り場が鏡になってて、天井が本がバーって上までつながってるみたいな、ちょっとインスタ映えスポットみたいになってるところがあるので、インスタやってる方は行ってみたらいいと思います。名古屋駅近く、名古屋駅から歩いて10分くらいかな、場所によるけど、名古屋駅をどこから支店とするか。そうそう、のりたけの森公園は今でもあります。のりたけの森の、この のりたけの森だよね、あれ、私森コロパークとのりたけちゃんが一緒になっちゃうんだけど、そののりたけの森の公園があったんですよ。で、公園があって、そののりたけの森の公園の横にイオンができたの。そうでもね、そうなんかいいと思いますいいと思います。はい、そういいと思います。名古屋駅の近くに体験できました。私さ、一回だけ行ったんです。一回だけ本棚のやつ TikTok で見て、あ、ここかと思って行ったら、なんかその写真を撮るために人がすごい並んでて、本屋さんのその階段のところで、私さ、なんかそのね、すごい写真撮るのみんなに見られてたの。もう行列、写真撮るためにね、本屋さんで、本屋さんの踊り場で写真を撮るために行列を作ってて、私ちょっと人に見られて写真撮るのは恥ずかしいから撮らなかった。あのすんごい遠くからピースだけして撮ったけど、あの映え写真は撮らなかったです。またいつか平日とか人がいない時に行こうと思います。ちょっと私ね、そう難しい、ちょっと恥ずかしいから撮らなかった。うん、あとなんかあるかな、愛知県。あとゴンギツネのあの新見南吉さんの記念館があって、私よく行くんですけど、でそのまた車でちょっと行かな、行った方がいいんだけど、そこら辺は新見南吉記念館のまたちょっと近くに、車でちょっと数分、20分、車で何十分か分かんないんだけど、そこら辺の近くにゴンギツネの湯っていうのがあって、私たちは歌だけは新見南吉記念館に行ってからゴンギツネの湯に行くっていうのがルーティンです。あとパンの虎っていうパン屋さんがあって、そこのカレーパンがめっちゃ好きです。
あれはね、愛知とか東海地方にしかないと思う。愛知しかないかな。そう、新見南吉さん、なんかいつもその新見南吉記念館に行く近くにそのパンの虎のパン屋さんもあって、そこでパン買った時に美味しくて好きで紹介しました。そう、読売新聞さんでずっと愛知を紹介するやつをやってたんですけど、そこで紹介したことあります。私初岬はね、そう SK48 が好きな方はねよく聞いたことあると思うんですけど、私行ったことなくて、ちょっと紹介するにもね行ったことないのであんま紹介できないんですけど、そういうのもあります。そんな感じかな。あと しばらくしたらジブリパークができます、愛知は。そしてなんとキッザニアもできます。レゴランドもあるし、ジブリパークもあるし、キッザニアも愛知できちゃいます。最強だね。最強な県になってしまいますね。ありがたいことに、ありがたいことに最強な県となります。なんですけど、ちょっとレゴランドはまだ行ったことがございません。行ったことがご自愛やせん行ったことがないんですよ。楽しいですかね。ちょっと行ったことある方はねお待ちしてます。感想。お腹が減ったな。明日だからね、愛媛をね旅立たないといけなくて悲しいです。あっという間だったね。1週間くらいだったもんね。もう6月はマジ川原マンスやからね。もう6月は私あと1回しかないんだよ。まだ2日なのに。え、今まだ6月2日だよ。6月2日なのにもうあと2公演しか今月ないんだよ。悲しいね。悲しいね。あと愛知は常滑っていうあの焼き物があって、常滑、あれです、あの藤井、棋士藤井さんの地元ですね、確か出身のとこだった気がする。棋士藤井、今何段ですかね、四段ですかね。常滑は焼き物があって、焼き物を自分で作りに来たりしちゃいます。私も2回くらい常滑行って焼き物を作りました。あと確か常滑だった気がします。あとそうですね、まあ1回 AKB48 が、あれ藤井四段は常滑出身じゃなかったっけ、違ったっけ、まあ、ちょっと適当ですいません。で AKB48 がイベントをしたのも、あ、なんか常滑イオンみたいな名前じゃなかった、あのさ、ゆいゆいがさ、上骨みたいな、上骨、なんか常滑のなめかなんかをさ骨にして書いてたよね、あれ確か昔イベントやった時にゆいゆいが常滑のさ、常滑のさ、なめの感じ骨にしてさツイッターに上げててさ、全然感じ違うやんってなった思い出だから常滑だわ。常滑イオンっていう結構でかいイオンがあって、まあこれ多分愛知に来てわざわざイオンには行かないと思うんですけど、すごいでっかいイオンがあって、そこで一回 AKB がライブ握手会させていただきましたね。全体、荒木重忠さん、ありがしゃくらんぼ。まあでも観光だったら来なくてはいいと思います瀬戸焼き、お懐かしい、鼻かゆい、そう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 、あ、ん？待て、混乱してきたぞ。あ、瀬戸焼きか。あ、瀬戸物？あ、瀬戸市でしたね。藤井四段の出身は。
なんか瀬戸って聞いたら瀬戸内になっちゃう、頭の中が。まあそんな感じですかね。スノーさん、ありがくむちゃん、ありがとう。終わり、お終わり。あと愛知何があるかな。こんな感じですよね。もう絞り出しましたね。絞りかすになりました、私は今。あとなんか、まあ、でも愛知他にもいっぱいいいとこがあると思うので、はい、ぜひ愛知詳しい方ね、共に教えてください。あ、知多半島とか。へえ、今九段になったんだ。へえ、そうなんだ、すごいな。同い年です。同い年の、同じ愛知県出身ですね。共通点、共通点、共通点、共通点。共通点、共通。のきさん、ありがハート、ありがとう。のきさん、リガ花びら、ゆせるさん、リガ花びら。あ、あと、いや、やっぱやめとくわ。お腹が減った、お腹が減った、お腹が減りました。あと30分です、この配信は。まあ26万ポイントあと、うん、頑張る、頑張ろう。ミセルさん、ありが花びら。あ、今日のジョンマイラブは中学生の方が来てくれました。修学旅行かな、わかんないんだけど来てくれて可愛かったですよ。あの SL さん、ありがとう。たくさん、なんか、まあ、あの私じゃないんですけど、あ、ちょっとだけ少しネタバレになるかもしれないから、ネタバレ聞きたくない方はちょっと一瞬耳塞いでもらっていいですか。はい、防ぎましたね。はい、何も聞こえてませんよね。あのジョンマイラブの中で、まあなんか他の役の方で、あの、はい、あの、まあ、男性と女性がなんか、そうですね、あの、まあ、ちょっとキスをする場面があるんですけど、その時になんか客席でさ、なんか、あの、なんかその中学生の子が「した、キスチューしたチューした」って騒いでたらしくて、可愛いなーって思いましたっていうだけの話です。でもね、でも私ちょっと自分の歌で精一杯すぎて気づかなかった。気づきませんでしたわ。かわいいね、気づかなかったな。26万ポイントになりました。え、ここにニキビできてるんだよね、私今。14日くらい、2週間くらいか。あれは本当にキスした？
だからなんでしょうね。お想像にお任せします。って言って私もわかんない。今日やってキスしてんのかしてないのかとか、毎回聞いてないからわかんないけど。次愛媛に行けるのはあと20日後。なに20日後だって。やばやば。谷園감사합니다。저는初日は、私はあれやばい。私の元カノはニュータイプが欲しくなりましたよ。ブームに飽きて、それでアニョンです。懐かしい。キャンさん、ありが花びら。スーさん、私は20日後に愛媛。私はお腹が減りました。お腹が減りました。だから、シルクサンドを食べました。そしたら、美味しくて、私、感動しました。私は、シルクサンド知ってますか？知ってますか？シルクサンドは、あれ、シルクサンドは、愛知のお菓子ですか？結構どこにでも売ってると思う、結構どこにでも売ってると思うんですけど、売ってると思うんですけど、シルクサンドはどこのお菓子ですかね？あ、やっぱり、シルクサンドは愛知のお菓子ですか？愛知のお菓子ですか？おう、愛知のお菓子ですね。愛知県小牧市を本社に製造販売開業している毎日なんかシェイクシャンが作ってるらしいですね。愛知のお菓子がさ、すごいみんな好きって言ってくれるの嬉しいな。シルコサンドはすごく素朴な味なんですね。シルコサンドをなんかラジオの方が差し入れしてくれて、そう、愛媛で。でなんか愛媛で今一緒に共演してる万次郎さんっていう役をしてらっしゃる小原さんって方がいるんだけど、なんか小原さんって方がシルコサンド見て、あーこれ大好きなやつって言ってて、愛知のお菓子好きって言ってもらえるの嬉しいよねっていうだけです。皆さんも好きですか？2号私と分からなかった人、ブラックサンダーも愛知なの？マジ調べてみよう。ブラックサンダーとファンサイトあるんだね。そう、私2号キスバイ8でね、アンドロイド2号やったじゃないですか。あれ誰って書いてあるツイッター見て、あ、私って気づかれてないんだ。あ、本当だ、豊橋工場、豊橋でできたんだ。1994年にできて、1995年に販売不振のため一時生産終了してるよ。で九州地区の一部店舗では人気があるって、九州地区でなんだ、愛知じゃなくて。バックスタンドはとても美味しいです。バックスタンドはとても美味しいです。やめ、ウイラー美味しいよね。ウイラー美味しいよ。ウイローって山口にもあるって知ってた？ウイローって
あえてだけのお菓子かと思ってたら、山口県もウイローが名産みたいなあるらしいです。豚骨ラーメンを九州で始めた人も愛知出身なの？じゃもう愛知ラーメンだね、豚骨ラーメンは。なんで九州で始めたんだろう。ああ別に愛知出身ってだけか。マクルルさん、ありがとう、こちゃん。そっかそっか。ねえ、山口のお色を前もらった、一回ミュージアンに。そうそう、キャンさん、兄がお話して初めて知りました。そこで愛知のお色にライバルがいることを。そう、愛知のお色はとにかくもちもちで美味しいです。なんかお餅とかそういうもちもちしてるものが好きな方はいいと思う。すごくすごくいいと思います。おすすめです。イエーイ。あと20分で配信が終わりますけれども、皆様星3周はできましたでしょうか。難しいですよね。そうですよね。あ、なるほど、豚骨の味が受け入れられたのが。でも愛知って濃い味多いからさ、濃い味好きそうだけどね。愛知のさ食べ物で有名なのあげてったら全部味濃いですよね。味濃くないのってキャベツがたくさん、生産量1位くらいじゃない？あと菊の花が多かったりとか、キャベツが生産量で多かったりとかはするんだけど、ソウルフード的なものってさ、台湾ラーメン、味噌煮込みうどん、味噌カツ、うん、こんくらいか、こんな感じか。こんなもんじゃない？味濃いよね。味噌が濃い。うん、そう、赤味噌だからね。やっぱりね、愛知のね、給食の出てくる味噌汁はね、赤味噌出てくるんですよ。毎回赤味噌ってわけじゃなかったけど、赤味噌出てきますよ、やっぱり。地方のね。なんで愛知で台湾ラーメンなんだろう、調べてあげる。ここにある MacBook Pro で。台湾ラーメン、なぜ台湾。30年ほど前、同店の主人なんちゃらさんが台湾で小皿に盛って食べる担当麺を激辛にアレンジして出したのが最初という。なんちゃらさんが台湾出身であることが、台湾出身の方の名前だからこんなに難しい感じなのね。だから台湾出身だから台湾ラーメンらしい。あ、なるほど、あ、なるほど。なるほど。鼻が穴が。なるほど、なるほど。あと最近気になったこともう一個調べていい？子供の頃、グミの実がなんでグミっていうかね。子供の頃、グミの木にはお菓子のグミのようなものがなっているのだわと思っていました。どういうこと？子供の頃、グミの木にはお菓子のグミのようなものがなっているのではと思っていましたが、そもそもお菓子のグミと、そういうことね。グミの木っていうのがもうある前提で、子供の頃グミの木っていうのを聞いた時に、え、お菓子のグミみたいなのがなるのって私が思ったよって、この記事の人の作者がそうやって言ってるってことか。なるほど、そういうことね、そういう視点ね。なるほど。全く関係ありません。グミの木のグミは大和言葉という日本の古い言葉が由来で、お菓子のグミはドイツ語のガミ、グミだって、グミグミが由来ですから別のものです。そうだったんですね。宮内園長って方が、そもそもグミの木の学名もイランガースですし、ああ、なるほど、
海外ではシルバーベリーって呼ばれてるからグミの木って呼ばれてないよってことか。あ、関係ないらしい。そういう視点だったのね。ありがとう、なるほど。直樹さん、ありがとう、はな。ありがとう。みんな勉強になったね。台湾ラーメンがなんで台湾かっていうと、台湾ラーメンを初めて作った方が台湾出身だったから。で、あと台湾の料理をまたアレンジしてるっていうのもあるよね。で、グミの木はグミとは関係ないよってことです。なんかドイツ語ってことだよね。関係なかったらしいわ。あとなんか最近気になったことあるかな。あ、最近 TikTok でゲジゲジってわかりますか？虫なんですけど、ゲジゲジ食べてる人がいて、ゲジゲジって食べれるんだって思いました。食べたくないけど。なんで思い出したかっていうと、今日下駄箱にゲジゲジがいて、あ、これ食べれるんだと思って見て思い出した。アメジストさん、ありがかわいい、ありがとうございます。まさかつアットマークウフフさん、ありが、何これ、ケーキですか？ありがケーキーっていうねことを思い出しました。ゲジゲジ、みんなだったら虫どこまで食べれますか？私は虫は食べたくないですね。そう、足長いやつ。皆さん虫食べれますか？私は食べたくないです。え、そう、なんか TikTok で食べてるとか、食べない方がいいよ。いや、みんなどこで食べれますか？どこまで食べれますか？虫、私は強いて言うなら、食べれないですね。配信で食べて嫌です。嫌です、嫌です。佃煮になってたらいける。あ、蛇だったらいけるんだよな。蛇とかカエルだったらいけるんだけど、多分食べたくはないけどね。虫は無理かも。強いて言うなら、イナゴも食べたことない。ゆいゆい、イナゴ食べてなかったっけ？なんか普通に、あれ、ゆいゆいじゃなかったか。岩立佐穂さんはなんかイナゴかなんかの弁当が有名ですよね。ねえ、未来の人は普通に食べてるかもしれない。でもさ、私たちが平気でタコとかエビとか食べてるみたいに、多分国によっては普通、虫食べるのが普通な人がいるじゃないですか。だから来世でそういう虫食べるところことが普通なところに生まれたら食べれるんだろうね。だってさ、タコとかさ、気持ち悪いっていう海外の方いるじゃないですか。タコ食べる習慣がない人は。そういうことだよね。私エスカルゴもあんま食べれないもん。エスカルゴってさ、半々じゃないですか。なんかさ、タコを食べるのに対して気持ち悪っていう人ってあんまりないじゃん、日本人で。でも多分虫を食べる人を見て、え、虫食べるのっていう日本人は、まあ8割方9割方虫いるじゃないですか。でもエスカルゴってさ、平気で食べる人とさ、エスカルゴ、カタツムリはちょっとっていう日本人、ちょうど半々くらいに分かれてるよね、エスカルゴって。私は無理なんですよ、エスカルゴが。いや、どうしてもカタツムリちゃんが頭の中によぎっちゃって食べれないんですよね。食べたけど、前サイゼリアで食べたけど、 お父さんのもらって。でももうエスカルゴは半々じゃないと思いました。セミは食べたことない。生のタコは全然食べたことあります。シャコはね、食べれるんですよね、私。でもシャコって確かね、なんかね、結構肉食なんだっけな。シャコ、シャコはね、なんか私シャコ全然食べれるんだけど、あー、これだ。お母さんが全然食べれなくて、あー、なるほど。シャコって結局肉食なんですか？
肉食なの雑食なのかな。なんかさ、シャコは死体につくみたいなさ、都市伝説みたいなのあるじゃないですか。それがちょっと怖いよね。あれ本当なのかな。ねえ、お父さんに聞いてみよう。でも私シャコはね全然食べれた前。だってどう見てもなんか見た目がエビみたいじゃん。だから食べれた。あ、でもなんか画像で見たらちょっと気持ち悪いですね。ちょっと画像で見たらちょっと気持ち悪いかもしれませんね。お、なんかゴキブリが進化、なんかダイオウグソクムシ長いバージョンみたいな感じですね。なんかちょっと画像で見たら少し気持ち悪いかもしれない。でもね、味はね確かにエビとカニの中間みたいな感じの味でした。うん、小さい頃何も思わないで食べてたけど。そんな感じですか。あ、腰が痛いです。お父さんは食べ物に詳しいの。うん、お父さんは海に詳しいかな。イナゴとエビは味が似てる。おへえ、だったらエビ食べるね。だったらエビ食べるわ。なんかイナゴがエビ以上に美味しいって言われたらだと気になるかもしれないけど、同等はエビの方が美味しいだったら全然エビ食べるよね。うん、イナゴは食べたくないよね。私は未来の人じゃないから、虫を食べなくても生きていけるありがたい時代に今生まれてるから、虫は食べたいと思わないね。もう避けれることなら一生避けていきたいよね。でもさ、たまにさ、あ、こうご飯食べててさ虫が入ってたりとかさ、まあさ寄生虫とかは結構入ってるじゃん、魚の刺身とか食べてたら気づかないで食べてるんだろうな。今まで何匹虫胃袋に入れたことあるんだろう、わかんないや。コオロギクッキーあるよね、一回買ったわ。寄生虫って気持ち悪いですよね。なんか私北海道に住んでた時によく魚介をもらってたんですけど、あともらったりとかやっぱスーパーでも結構売ってるから買うんだけど、だいたいタラコ買ったら絶対いるんですよ。何サキスかな、寄生虫が絶対いて、お母さんがうお気持ち悪いって思いながら片付けてました。確かにエビが足りなくなったらみんなでイナゴ食べよっか。いやでもさ、エビ足りなくなったら私は他の食べるわ、カニ食べる。じゃうなぎがどんどん食べれなくなっていくようにエビも食べれなくなるかも。でも多分そしたら私はエビはもう諦める。でもさ、エビってみんなさ1ヶ月に何回食べる？私1ヶ月に1回レベルで食べ、そんな食べないよエビは。ハッツの喋り方面白いね、癖が強いんだよね。めちゃキス、ラーメンに入ってる丸ごとのエビは食べない。それはどういうこと？手をつけないってことですか？なんで？そうです、パンがなければケーキ食べればいいのです。それってそれはそれありえないかい。ふふふ、あ、ドアスペフランフラフフ、ちょっと待って言わないで、答え思い出すから、悔しいから。マリー・アントワネットは？マリー・アントワネット、マリー・アントワネットだ。マリー・アントワネット、今マリー・アントワネットと、あとマリー・アントワネットはあれか、あ、そうです正解。マリー・アントワネットと、あとさ、あの子が混ざってるアンネ・フランクは混ざってない、混ざってないけど頭にアンネ・フランクがいて、もう一人あの人と混ざってる今。出てこない。
あの耳と目と、あの目も見えなくて耳も聞こえなくて、フランすごいド忘れ、フラン、まあ、アリー・アントワネット、あ、え、ヘレン・ケラー、あ、またもう一人あたらわに、ヘレン・ケラーか、ヘレン・ケラーと、あ、本当だ、ヘレン・ケラーだ、あれヘレン・ケラー、あれ、もう一人、もう一人は、あの、よく出てくる、よく出てくる聖母のように称えられてる方、みんな宇多田ハツカの連想ゲーム、ノーノーノーサリ、ノー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 、マザーテリサ、ナイチンゲル、そこらへん、あ、なんかどん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 出てくる、私やばいですね、脳の衰えって怖いね、マザーテレサ、ナイチンゲール、私昔歴史上人物の漫画があるじゃないですか、こう赤文字でヘレンケラーみたいな書いてある本を買うが好きで、ヘレン・ケラーとモーツァルトとマリー・アントワネットは買ったの、あと何買ったっけな、まあ、そこらへん、あー、ナイチンゲール、ふわげーこん、감사합니다 감사합니다 락상 아리가하토 소 댄키 저 나 発音 合ってる？ 読むの好きで 댄키 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 락상 아리가하토 受験期じゃない、小学校低学年から高学年にかけて読むのハマってた一時期、シャッチ仕事中無音さん、ショッチさんありがくま、無音かな、電気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 、ワクさんありがお花、あ、44分なのでレターランキングやります。13位、ヒガさん、え、ヒガカレンダーさん、ヒガカレンダーさんありがとうございます。12位、スーさん、スーさんありがとうございます、ありがとうございます。11位、モゲカツさん、モゲカツさんありがとうございます、モゲありモゲ。10位、エリオルマルさん、エリオルマルさんありがとうございます、ありがとうございます。9位、ヒイラギさん、ヒイラギさんありがとうございます、ヒイラギさんありがとうございます。8位、しんのすけかっこ755しんのすけさん、変わってないやんけい、名前変わってないねかい、しんのすけさんありがとうございます。7位、スノーさん、スノーさんありがとうございます、ありがスノーさん。6位、しゅんごさん、しゅんごさんありがとうございます、ありがとうす。5位、まくりずしさん、あとまくパピアンドポコーさん、まくりずしさんありがとうございます、ありがとうございます。4位、直樹さん、直樹さん、直樹さんありがとうございます。3位、まさかずだとまくふふさん、まさかずさんありがとうございます、ありがとうございます。2位、 SL さん、 SL さんありがとうございます、 SL さんありがとうございます。そして1位はアメジスト、あとまく歌団初見たいさん、アメジストさん、アメジストさんありがとうございます。ということで、次の配信は
8時45分からだったかな。見てねー、バイバーイ。まだ終わらないけど、まだ終わりません。5時48分なんで、あと2分、あ、間違えた、46分だった、あと4分。じゃあ、あと4分間宇多田ハツカイ質問タイム、皆さんないですか？あ、カウントと星投げまだ終わってないよって方はそちらを優先していただいて構いません。ありがとう。そうだよね、福留ちゃん卒業発表したから悲しいよね。星ためとくね、ありがとう。珍しくメガネかけてないね。あるよメガネ、今かけてないけど。こんちくわ、こんにちは。愛媛で食べたおすすめの美味しいものは、タイ飯も美味しかったし、でも全部美味しい。みかんも美味しかったし、マーズさんのカフェも行かせていただいたんだけど、カツめっちゃ美味しかったし、基本的に全部美味しいのでどこ行っても大丈夫だと思います。海外行ったことある？ないんですよ。今日もね、大根スライディングしてっちゃって、あーと思いながら。オムライス 1kg で食べれるかな。私でも食欲すごい人間なの。なんか太るかなと思ってできるだけ抑えようとは思ってんだけど、出されたら基本的に全部食べちゃうから。食べると思う、20日食べれると思う、オムライス 1kg。 うん、食べれると思う私。うん、食べれるよ多分。食べれますただ太っちゃうからやらないけどね。沖縄行ったことある？ありますよ。沖縄はチームホー公園にインメインの3人で出たいね。釣りの餌で5回とか触ったことある。まず私よ、釣りはワカサギ釣りと、あとなんか釣り堀、なんか室内の釣りしかしたことなくて、あんまりちゃんとガッツのやつやったことないから、あんま虫のやつとかも触ったことないです。愛知デカ盛りのイメージある。嘘。あ、あと1分か。ワカサギ釣りはでも餌何してたんだろう。あの氷を掘るやつ、氷掘ってそこに糸ピローンって垂らしたらワカサギが釣れるってやつはお父さんがやってたから一緒にやったけど、あんま死んでもよ。私はソリを氷の上で滑らせて遊んでたから、あんまちゃんとやってないし、ね、それも。釣りやってみたいです。やったことない。そう、穴開けて垂らすの。そしたら取れる。楽しかったな。もう終わっちゃうか。じゃあ次の配信は約3時間後くらい見てください。じゃあみんな今日は1時間見てくれたり、そう、北海道に住んでたから、北海道に住んでる時にやってました。冬。バイビー、 See you next time。 ちょっと待って、ほら10連こんばんは。お、6位まであんまし差は変わってないね。よかった。こんばんは、宇多田ハツカでございます。はい、イケビポテト地面と次元の部屋のドラハツカです。お腹がいっぱいです。
こんばんは、マンコ。22、23、24。こんばんは。うただです。皆さん星投げカウントお願いします。ちょっと明日はちょっと時間がまし読めなくて、ちょっと本当にわからないので、朝配信するってことだけ決めときたいなと思ってます。ちょっと待って、今ねちょっと確認を取ってるから。ちょっと一瞬その確認の返事が来たかもしれないから一瞬止めていいかな。ちょっと待って、違う人の返事でした。お母さんでした。スタッフさんじゃなかった、お母さんだった。ちょっとね、夜でも言えることも、朝配信したら夜はできたら10時過ぎにできるかもなんだけど、もうできなかったら全くできないと思う。10時以降もできないかも。ちょっと明日バタバタなの。そう、この話していいか分かんないんだけどさ、まあしていいかな。さっきの配信をね、れいちゃんの、藤園れいちゃんのおばあちゃんが見てくれたみたいで恥ずかしい、マジで。いや、ほんと誰が見てるかわからないね。ちゃんとしよう、ちゃんとしよう。あ、誕生日、ちゃんとしようと思った。そう、わざわざれいちゃんに連絡くれたみたいで、それをれいちゃんが送ってくれて、恥ずかしかった、恥ずかしかったです。すごい褒めてくれてて嬉しかった。そう、見られちゃいました。ちょっともう一回確認してきて、また誰かから LINE が来たから、もしかしたらスタッフさんかもしれないから。はい、お母さんでした。はい、お母さんでした。お母さんでした。ダメ、違いました、スタッフさんじゃなかった。だからちょっと明日のタイムスケジュールは朝配信するよってことだけ伝えさせていただきます。でも今日はね、ちょっと早く寝れないかもだから、鼻かゆい。そうだから、ちょっと朝6時起きれるかな。まあでも起きないと公演きついし、まあ公演さえ終われば寝れるから頑張ろう。悲しい。悲しい。いい夢から帰る、悲しい。でもまあ楽しみなことがあるから、それをモチベーションに頑張ります。愛媛のみんなと、愛媛の共演者の方と毎日とても楽しく愛媛ライフを送っておりますね。楽しいです。だからもう全鉄大集合まで、もう愛媛の皆さんとはお別れですね。いと寂しい、いと寂しいでございます。こんばんは。
今7位で6位まで26万ポイントちょっと差が広いですね。だが諦めずいきたいと思います。ジョンマイラブお疲れ様ありがとう。今日こそ筋トレするわなんか筋トレの毎日部位を変えようかなって思ってる。そう、胸、腹筋、下半身で分けようかなと思って。ただ私下半身が一番体型で気になってるから下半身はできれば毎日やりたいけど毎日やなくてもいいのかなっていう気持ちも、まあ結局3日に1回くらい。あ、待って待って、ちょっと待って、来たかもスタッフさんから。ちょっと一瞬止めます。返信来ました。ただ聞きしたんですけどちょっとまだ確定事項じゃなさそうだったのでやっぱりタイムスケジュールはあんまし明日決めれなさそうでした。ヒロさんありがレインボーさー、ヒラギさんありがくまちゃんありがとう。そうまだ決めれそうではなかったから、まあ、明日朝6時から配信するってことだけは1時間も配信したいと思います。明後日からはお休みではいいか、お休みではない、お休みってか、まあ、暇、一日予定ないわけではないけど舞台自体はないので3時間は配信できるんじゃないかなって思ってるよ。今日画面のコンディションいい、嘘、何言うてるん、ほんまに言うとる、ほんまに言うとる、ほんまありがとう。なんか愛媛来て思ったことが何個かあって、愛媛はまず日陰が全然ないの、日陰が全然ないから明るいうちに外出たら日焼けめっちゃするんですよ。だから日傘が手放せないです。ゆうな、ゆうちゃんさんありがはなびら、ありがとう、ハツ頑張れ、ありがとう。そう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 、そう高い建物もないしねっていうのと、まああと高い建物ないから、ええすごい、わさぴさんありが花びらたくさんありがとう。おーすげえめっちゃ花びら、ありが花びら、わさぴさんありがとう。そう空が広い、あと星がやっぱ綺麗だね、とても明るくないから夜は。こう冬に、そう冬に夜パッて上見たら、あ星めっちゃ綺麗だなって思ったよ。ドゥブドゥドゥ、そう愛知県はまあ場所によるけど確かに建物多いとか建物多いし、例えば栄で遊ぼうって思ったら栄って名古屋とかの中心とかってすごい地下街が有名なくらい地下街が発達しとるんですね。エースのワンペアとマークユースさん、ありがレインボースターありがとう。レインボースターすごいめっちゃたくさん持ってるね。なんかイベントかなんかしたらレインボースターもらえるんだっけ。すごいめっちゃ持ってるやん、すごい、ありがとうたくさん。そうだから地下街歩いちゃえば太陽なんて全然ないし、あ、そうなんだ、あ、おまけとかでももらうんだ、ありがとう、全部うだらに使ってくれて。そう、まあ、でも愛知もね言ってね、まあ、右の方行ったらねそんな都会じゃないとこはいっぱいあります。栄でよく遊んでた、いや全然遊んでないです。栄はあんま遊ぶところでは、お買い物するところ同じだよって、あのショッピングには行ったりしますね。はい、ショッピングは行ったり、大須に食べ歩きしに行ったりはします。
直樹さん、ありがくま、ありが直樹さん。こんばんは。ゆい新米だからみんなで。妹と買い物は言っていかないかも。3番目の妹は本当1年に2回くらいかな、2人で。一番下の妹はまだショッピング楽しめる年頃ではないから、早く帰りたいってなっちゃうから行かないし、基本的に栄とかにお買い物行こうってなったらお母さんと行く。お母さんか、まあ友達とショッ服買いたいってなって友達と行くか。基本行かないね、お母さん。前あの栄をお母さんと歩いてて、昔ね、なんかライブスタジオがあるんですよ。私が一回魔剣組フェスっていうフェス相手だった時に出たライブスタジオ、ライブの会場があるんだけど、ちょっと本当にライブってくらいの平さんのライブ、そうそう、そこの前通った時にめちゃくちゃ指さされて、え、何何と思ったら後からツイッターで、ハッツお母さんと栄歩いてて笑って書かれてました。あ、気づいたんやって、嬉しい。気づかれることなかなかないからね。その時でまだコロナなってなかったから、マスクつけてなかったのかも。今もうマスクつけてる時代で気づかれたことまあないね。うん、やっぱ今まで気づかれてた時はまだコロナ禍じゃなかったから、マスクしてなかったもん。そう、マスクしてなかったから、もうマスクするようになってから一回も気づかれてないかも、外で。うん、やっぱマスクって偉大だね。それもさ、昔のマスクしてる時だったら、あれ何なんでしょ、マスクしてんだろう、芸能人かなってなるけどさ、今ってマスクが当たり前だから、マスクしてることに対して違和感も1ミリもないから、もう気づかれないね、マスクしてたら。全然いいんだけど。この服はいただきました。かわいいでしょ。いや絶対わかんないと思う、これで歩いてたら。いや絶対わかんないよ。例えばチームメイトのコンサートがあって、その周りに立ってたとかだったら、あれ初じゃねってなるかもしれないけど、不意に歩いてたらね、絶対気づかないと思う。不意に初かが歩いてたら、もうそういう心構えとか全くなく、チームメイトとか関係なく、普通に不意に街行った、不意にたまたま遊びに行ったところの街に宇多田がマスクつけて歩いてても絶対気づかないと思う。もう、うん、私でもいつもだいたい派手な服着てるじゃん。だからそれでもし知ってるファンの人は気づくかもしれないけど、私は気づいていただけたら嬉しいけど、でも家族といる時はあんまし気づいてほしくないかも。まあ、別に気づいたら全然それはそれで嬉しいんだけど、なんかあんまし家族、え、すごい20万4000になってる、近づいてる。そう、あんまし家族といる時は気づかれたくないっていうのはあるね。ちょっと縦にして一瞬時間を見る。9時1分45分ね。ふうさん、ありがとうございます。そう、一回すごいなと思ったのは、コロナ禍の前なんだけど、私があのゆいかな、誰かメンバーが劇場で体調不良で急に出れなくなった時に、私がそのポジションで呼ばれたことがあったんですよ、急にね。で、新幹線のチケット売り場で、急だったからチケット売り場でチケット買って、で、その時すっぴんで、めちゃくちゃ深い女優帽をかぶってたの。こんな、もう、黒のね。そう。で、顔とかでもほんと帽子で隠れるくらい深くかぶってたら、隣の女の子が、あの、すいません、宇多田はるかさんですかって声かけてきて、それはびっくりした。よく気づいたなと思って。
その時嬉しかったですね、気づいてもらえて。でなんかチームメイトのファンなんですって言ってもらえたんだけど、その子が後々ツイッターでつぶやいてて、ハッツに会ったみたいな。全然チームメイトのファンじゃなかったですツイッター見たら全然全然乃木坂さんとかのファンだった確か。そう、全然気づかなかった、全然チームメイトのファン感なかったツイッターはね。まあでもチームメイトのこと好き、なんか私に気づくってことはある程度チームメイト知ってるってことだからね。確かにそれはそうやっていう感じ。言って私本当気づかれたこと片手に収まるくらいだけど、そうすごいよね、嬉しかったです気づいてもらえて。あとはだって、あとはあとは新宿でショッピングしてた時に、ショッピングしてた時に服屋さん見てたら、宇多田さんですかって声かけてもらって、私チームメイトの 福島県代表のオーディション受けるんですって話しかけてくれて、のすごい覚えてる、可愛かったな。結局違う方が福島県代表にはなってましたので、あれだったんですけど嬉しかったです。だとあとは電車立ってたら、目の前に座って、私が釣り革つったまって立ってたら、目の前の方が話しかけてくださって、宇多田さんですかみたいな、 AK ビンゴ見てました、見てますって言われて、普通にそれまでずっとセヤリンとペチャクチャ喋ってたから、でペチャクチャ喋ってて、ずっと前にいた方が話しかけてきてくださって動揺しましたね。急にびっくりしちゃった、びっくりしちゃって、で握手してもらえますかって言われたんだけど、あでも握手ってしていいのかな、あでもさ握手会あるからさダメじゃないみたいな、さやにとして、いやちょ、あすいませんダメかもしれないですって断って、そしたらちょうどその人の向かい側の席が空いたから、目の前にあの向かい合って座って、すごくなんか気まずい空間を過ごした。なんかあの時の方には本当に申し訳ないなっていう思いで、そう嬉しいですね、こんな宇多田ハツカに気づいてくださる人がいるなんて。そうもうまあ全然ないですね、コロナになって。いやーなんか宇多田ハツカのこと知ってくれた人一人でもいるのかと思ったらすごい嬉しかったです。あきしげたださん、ありがかわいい、ありがとう。いや 今だったら握手してあげ しとけばよかったなと思う。なんかせっかくこんな勇気出して声かけてくれたのにさ、こんな宇多田ハツカにっていう、かわいそうだったなと思って。っていう話でしたね。何の話からこんな話になったんだろう。逆にハッツのファン見かけたけど、普通に握手会来てくれてる方が気づかなかったっていうか、何が起きたか分からなかったんだと思うんだけど、エレベーター待っててエレベーター降りてきた人が普通にいつも見てる方で、あって私が思って、あってなったけど、相手は普通にさーって通ってきました。さーってすれ違いました。私が振り返ってるっていう、逆よね、もう、あ、え、みたいななったことはある。でもさ、エレベーター開いた時って心構えしてないからさ、え、今のって思った時にはもう遅いよね、あってなるじゃん、時止まるやん。だってさ、足止まんなくない、こうやって通ってて、んってなってさ、だんだん、あれ今のってさってなった時にはもうさ、で、あのもうだいたいいなくなってるから。たまに芸能人とか東京とか歩いてたら会ったりする人いると思うんですけど、あれあの人ってで終わるよね。こう通った時に足止めるまではいかないのよ、そこまでは脳の指令がいかないんだけど、こう通ってて、ん今の人ってと思いながら足は止まらないで進んでいくから、もう振り返った時にはもう全然遠くにいるんだけど、あれあの人かなーみたいな半信半疑で終わりません、大体すれ違っても。
なんか後々からあやっぱりあの人なのかなって思うけど、結局本当かもわからないしさ、もしかしたらそうだったかもって終わっちゃうから話しかけないよね。なかなか話しかけないし、確信も持たずに終わるよね基本。でもなんかあの人かもと思ったらなんか嬉しいし、それだけで十分な気もします。有名な芸能人の方でも一人だけ東京の街歩いてた時にお仕事でめっちゃオーラがっていうか、うわすごい目がなんかすごいパッて見ちゃうくらい見ちゃう人ようなオーラがある人がいて、その人有名な方で、あの人は絶対本人だったなって思う。おっってなんかもう向かいから私がその仕事で行ったところにの改札の前で待って、なんか待ってたのか、なんか止まってて改札の方を見てたら、こう階段から降りてくる人がめっちゃ綺麗な方で、めっちゃ綺麗だあの人が来るって思って見て、あれあの人ってあの人だよなって思った人は多分あれは本人だったんだろうなと思います。ちょっと全然関係ない方だからあんま名前出さない方がいいかなと思うから名前出さないけど、そう。でもあとは通り過ぎた時に、あ今の子ってあの子だってことくらいしかないかな。気になる？ルーさん、タレントさん、タレント兼アイドルさんみたいな。あとは普通にラストアイドルの方とすれ違って、あ今あの子の方ラストアイドルの方だとか、あ今の子 SKE の子だとかすれ違ってでも言って、知り合いでもないからさ会話しないよね。すれ違った時にあ今の SKE の子だ。そんくらいよね。わかんないわかんない。10円がないから移動します。そう、ガン見しちゃう癖があるからさ、あんま良くないんだけど。意外に顔見てんだよね。SKE 同じ愛知なだけだからね。同じ愛知なだけで知り合いじゃないからね。SKE さん、あの知り合いな方もいますけど、全く会話したこともないし。ない方もいるから、そういう方とは多分話さないよね基本的に。話さなんかお仕事現場で会ったら挨拶はちゃんとするんだけど、お互い知らないってか私が一方的に顔は知ってるかもだけど、なかなか話さないよね。そうなかなか話しませんね普段。話しませんねなかなか。そうだからさ、舞台に上がった写真だからさ、会ったことある人だったら話せるかもだけどさ、さすがにね一回も会ったことない人はね話しかけれないわ私のコミュ力だと。それでね、さっきも言った通りすれ違った時にはもう大体、気づいた時にはもう大体すれ違ってるから結局話しかけるまでいかないのよ。マリモさん、ありがくまちゃん、ありがマリモン、ありがくまちゃん。でも AKB のメンバーとすれ違っても、あれお、まるまるさんだって思いながら多分もうすれ違っちゃってる気がする。なんかいい感じで信号とかで止まったりしたら、ああおはようございますって話しかけられるけど、もうあっちもねプライベートでさささささって歩いてて、こっちも反対側にささって走って歩いてんなら、あって思ってそのまま多分通り過ぎちゃった。明日からこっそりイヤホン持ってく。後輩でも私が会った人私の後輩だったから大丈夫。私が先輩だったから大丈夫大丈夫。でも相手がちょっと気づいてるなって素振りがあったら話しかけるかもしれないけど、相手が全く気づいてなさそうだったら私も怖いやん。達郎さん、ありがくまちゃん、ありがくまちゃん、大丈夫。今まで会った人みんな大体私より後に入った子たちだったから大丈夫大丈夫。挨拶とかね、まあ後輩にも挨拶はしないといけないですよ。でもさ、街中でさ気づい、でも結局本人が確信持ってないんだよね。あれだ
あの子じゃねって思っても、同じ方向歩いてることなかなか気づかないと思う。同じ方向歩いてたら、信号くらいに距離があると向こう側が識別できない。あ、確かに目悪いとね。わかるわかる。そう、まあこんな話はどうでもいいんだよこの話はどうでもいいんだ。そう、気づいた頃にはもう帰ってちゃってるからね。暗いね、この。マクさん、ありがとう。のーさん、ありがくまっちゃん。マクさん、ありがとう。怒ってる？何に？何に怒るの？ミニチュアシュナーズ見るたびにパピちゃんってなる。わかる。まみきちまみこさんっていうブログの漫画描いてる方が好きなんですけど、こまちっていうあのゴールデンレトリバー飼ってるんですよ。でその方が愛知県に住んでるらしくて、愛知県で歩いてる時にゴールデンレトリバー散歩してる女性を見ると、え、まみきちまみこさんと思って見ちゃう。ポコちゃんはね、外歩くことはないけどね。ワクさん、ありがとう。うどさん、ありがハート。りなちゃん、ありがしゃくらんぼ。顔見たことある？ないです。まむきちまむこさんは顔出ししてないんでね。そう、顔出ししてないから、この近づいてるのはあと何ポイントで何位になるか確認してる。はじめまして、あんちゃん、はじめまして、ありがとう。そうよ、無理なのよ、わかんないのよ。翔太は水同行の人は気になる。いや、どう、同じ愛知県だからじゃなくて、あの好きになったらたまたま愛知県出身、愛知県に住んでる方だったの。そうそう、愛知県だから読んでるとかじゃなくて、なんか妹がね、すごい面白い人がいるのって言って紹介してくれて、漫画をね、まめきちまめこさんっていう面白い人がいるのって言って読んでたら、愛知県に住んでるっていうのを後々知って、マジかーってなって、共通点。ひいれぎさん、ありがハート。そうそう、そのワンちゃんのことこまちって呼んでたらね、こまちって呼んでたら確定なんだけどね。確定ではないか。最近ツイッターで同じ名前のゴールデンドリバーの愛知県の方がいるけど、私ありま、私たちでありませんって言ってたから、違う可能性もあるけど。でもハッツーのルートは広島県だよね。うん、もっと気持ちに余裕があればな。そういう大人になりたいですね。偶然ね、どこかで会ってるかもしれない。そうなの。ってなるとワクワクするよね。コロコロさんが初訪問、絶対星集めだよね。ごめんね、読んじゃった。この星集めの時に読まれるの気まずいって言うよね。不意に読んじゃった。そう、なんか最近星集めでたまたま入って名前呼ばれるのと気まずいってコメント見るから読まないようにしてたのに、ごめん。まさかだったマーク、うふふさん、ありがさくらんぼ。なんか私、自分の肌がニキビ跡がひどいからマスクすっぴんで撮るの怖かったんだけど、まくりとしさん&パピ&ポコさん、ありがたこちゃん、ありがとう。怖かったんだけど、ちょっと綺麗になったから外すの怖がんなくていいかな。
最近スマホで配信するの多いね。もう iPad 持ってきてないからね。ゆのなゆちゃんさん、ありがちょくらんぼ。ありがとう。ニキビもかわいい。ありがとう。こんばんは。こんばんは。こんばんは。ランク6位まで18万1976ポイント。鼻かゆい。よかよか。いや、成長したよね、肌が。りなたん、ありがくまちゃん。ありがくまちゃん。ありがりのちゃん。マジで、ひどい時、ほんとひどかったからね。こんばんは。お、あ、もう、ワンショット当選したとかもう、あ、そっか、わかるのか。一瞬握手会の時と同じ感じで、当日にやるのを想像してた。JKT48 インドネシアン。お顔刺さってる。そんなことないよ。はあ。あ、もうわかるのか。サイン当選した。何書いてほしいか考えといてね。そう、顔お空になった。自分もサイン当選した。ありがとう。嬉しいよ、綺麗って言ってもらえて。最近ハマってるモノマネやるね。おーちゃん、マロはプリンが食べたいの。おでんぼでんぼ、マロはプリンが食べたいの。アメジストットマーク、ただはつみたいさん、ありがくまちゃん、ありがとう。みんな欲しいぞ、ぜひ投げてくださったら嬉しいです。でんぼ、マロはプリンが食べたいの。おーちゃん、おーちゃん、おーちゃん、でんぼでんぼ、マロはプリンが食べたいの。おじゃ、おじゃるまる、おじゃるまるさん、おじゃるまる様、プリン、おじゃ、電ボでございます。電ボでございます。電ボ、電ボ、マニ、おじゃ、マロはプリンが食べたいの。おじゃるまる様、電ボでございます。うどさん、ありがとう。元がわからない、ちょっと調べてきて。おじゃる丸って調べたら出てくるから調べてきてください。うまい、よっしゃ、ありがとう、嬉しい。鼻かゆ。9時21分、今21、21だ。プー、おーちゃん、プーリンが食べたいの。ゆうこあとまくひかちゅーぶさん、ありがいいね。うそ、3人ともうまい。え、今2人のモノマネしたっけ、何かしたっけ。17万、残り17万ポイント。あれ、さっき始めた時30万ポイントだったっけ。あれ、縮まったね。え、そう、私おじゃる丸のあのカタツムリ、あの雲はカタツムリって歌があるんですけど、あの歌めっちゃ好き、めっちゃ好きです。のろのろと空を歩く、一人だってしょうがないんだ、自分のペースで風のままに、なぜ人はみんなと比較をしたり競争するの、なぜ人はみんなと、って歌があるんですよ、おじゃる丸で。 AKB の奥さんって方が歌ってる、奥まなみさん
雲だっていろいろいる、人だっていろいろにゃんちら、顔や形が違えば別の道、ふわふわふわわふわふわわ、生まれて生きて死んでく遠回りと、歌があるのめっちゃ好き。味がある、やだ、褒めてもらえた。ウルピーマン、シュングさん、ありが花びら、いい歌だよね。シュングさん、ありが花びら、私めっちゃ好きやねんこの歌。あーの雲は、なぜ人はみんなと比較をしたり競争するの、なぜ人はみんなと同じゴールを目指しているの。いい歌詞だよね、わかりやすいけど、わかりやすくていい歌詞だよね。ウレチ歌声好き、あのウレチです。ワクさん、ありがありがお花、すごい、すごい褒めてもらうと照れちゃうこの照れ方気持ち悪いよね、照れちゃう照れちゃう。マクさん、ありがとう。クラマオ、マクさん、ありがかわいいプリコ、本当ね、それはまるで誰かが書いた。余裕のないゆうちゃんさん、ありがかわいい。ユミジストさんとマクタタハツミタイさん、ありがかわいい。 Thank you。 あーきついね、自分のブリックはきついね。おだいりの歌って本当に素敵だよな。ふっ、ちょっと一応体勢を変えます。いたたたたた、キャンさん、アニガ拍手。ここの電気消すか。うん、消した方がいいね。ありがとう、なんかそうやって言っていただけると明日の舞台も頑張れそう。明日もジョンマイラブ、ぜひ宇多田の歌声が聞きたいよって方はジョンマイラブ見に来てね。坊ちゃん劇場、愛媛まで行けないよって方は定期的に配信もあるので配信見てください。たくさん歌を歌ってます。雲だっていろいろいる、人だって顔や形が違えば別の道、聞きたい、待ってます、行きます、ありがとう。ふわふわふわわ、ありがとう。グラントさん、すごい、ありがレインボースター、たくさんありがとう。ウレピー、アリカグランツさん、ありがとうありがとう、すごい、めっちゃくれるやん、ありがとう。アリカグランツさん、6位まであと 179,477 ポイント、17万、はにゃ、Tシャツ、何の T シャツ、半袖とか普通の T シャツ。1ヶ月前に GU で1枚だけ買いました。マジギター買う買う詐欺やめたい、もうついに買いたい、買いてー、やっぱあれよね。明日アリちゃん名古屋来るんだ。知らなんだ知らなんだ。
6位いけんじゃね。でも17万だよ、17万だよ、いけるかな。ヒリキさんありがとう。予算は10万円かな。なんかさ、ギターってほんとさピンキリっていうかさ、高いのはほんと高いじゃん。でも 10万かな、私頑張って。あれ今日ってさ、野球どこのチームが試合してるの？全然詳しくないんだよね。石油王、石油王来てくれ。最初は抑えないよ。私これギター2台目なんですよ。もう1台目持ってて、そうこれ2台目だから、もうちょっといいの買いたい。そう、前のギターはすごい安いギターだったから、てか前のギターはまだ AKB 入る前に買ったんだけど、正直ギター続けれる自信あんまなかったから、安いの、めっちゃ安いの買ったんですよ。1万円くらいの本当にお試しセットみたいなだから今回はちゃんとしたの買いたくて。そうでもなんだろう、本当上は上、上を目指すともうなんかさ、例えばなんかなんだろう、ドライヤーのいいものとかって大体まあ言うて3万とか、まあほんと高いのだったら10万とかだけどさ、3万とかで買えるけどさ、ギターってもう終わりなくない？結構幅広いじゃないですか。だからまあ今の私がギターに出せるお金は10万円までだな。うん、ああ、あ、こんなに毎日いろんな人が、いろんな野球のチームがいろんな場所でやってるんだ。はあ、そうなんだ全然詳しくないからな。なんか舞台の方で野球好きな方がいて、今日なんか野球の試合見てたから、うん、やってんだと思ったけど。そう、いやさ、ギター持ってたら歌を披露する機会が増えるじゃん。なんか歌をさ、例えばさ、ここでさ歌、普通にアカペラで歌うのってなんか歌いにくいけど、ギター持ってればさ歌うきっかけになるしさ、なんかいい感じに配信も楽しくできるやん。そうそう、だからね、弾き語りでねしたいよね、趣味だけど。ブリゴンちゃんありがとう。野球好きな人多くない？多いよね。ひいらぎさんありがとう。スノーさんありがくまちゃん、確かにストロークとかがそれはあるかも。キャラ弁作ったのに残しすぎちゃったの？あれでしょ、鬼滅の刃の模様のやつでしょ、私が全部食べたのに残すなら。15万になってる、あと半分。でも難しいか、あとだってあと15分か、厳しいか。いや諦めないと、ずっと7位で停滞してるからね。この配信が終わったら今日こそ筋トレしたいわ。こんばんは。3位以内が目標です。でもさ、一気に3位っていうよりこの枠では6位目指すとかさ、その近い目の目標も言った方が目指しやすいかなと思って。そうだって今7位なのにさ、3位目指すってちょっと漠然としすぎてるじゃん。だから段階踏んでこうと思ってこの枠で6位目指してます。あの最終結果を6位目指してるわけじゃない、そこだけね誤解を生まないように。昨日は筋トレしたんだけど、言ってちょっとしかしてない。なんかもうちょっと負荷かけたい。
リノさんありがハート、ありがリノちゃん。そう、そう、ということで明日のタイムスケジュールはちょっと夜がわからないから、一旦朝6時から7時まではやります。どうも、浮気ちびるなしこです。どうも、うわ唇なしこです。知ってる知ってる、お友達だからねいつも来るからお友達だよ。こんばんは、明日ジャンマイラブ行くよ、ありがとう、待ってるよ。朝見れる？イエーイ。かわいい？ありがとう。ありがとう。こんばんは。こんばんは。あと10分。そう、星捨てるのは5時15分かな。ごめんね。でもね、もう早くちょっと、そうなん、申し訳ないんだけど、申し訳ないんだけどその時間しかできないの本当に。だってあとできるとこって言ったら朝5時からなら、朝5時からならできるんですけど、ちょっと7時までが限界で、その後はちょっとずっと舞台のお稽古っていうかリハと本番があって、で夜もちょっとねいろいろありまして、配信できる環境にいなくて。うちは見つけてくれてありがとう、見てるよ、見てたよ、見てたよ。ノーティーさん、ありがレインボースター、ありがとう。朝の配信で一緒にストレッチしたいしよう、明日。じゃあ明日朝6時起きてね。タミオーさん、6時起きてね。舞台が大事、イエーイ。今日は学校なかったのに起きたの5時で配信行けなかった。あ5時に起きたの、たくさんね疲れてたんだね。ゆっくり休みな、休みの日は。6時起きてくれるの、よし、どうせれいちゃんのおばあちゃん見てるかな。れいちゃんのおばあちゃん、いつか鹿児島行きたいです。れいちゃんのおばあちゃん鹿児島にいるのかな。もう舞台明日出たらもうしばらくお休みだから、悲しいから、うん、名残惜しそうに頑張ってくる。名残惜しい。あと3分でランキング見ます。こんばんは。こんばんは。こんばんは、ありがとう、
はめはめはキャンさんありがとう、さくらんぼありがとう。トモシ5日イベントあるよ。あ、なんかありますよね。私は出ないですけど6月ですよね。なんかホタル祭りみたいなやつでしょ。私は出ないです。ミスター出るのかな、ちょっとわかんないわ詳しく。この配信終わったらワーキング行ってこよう。行ってらっしゃい。あとね7分で終わるから7分待って。パッ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 パーン。でもすごいよ、みんなのおかげでさっきまで30万ポイントくらい下がったのに15万ポイントも減ったらすごくない。確か30万ポイントくらいあったよね。28とかあったっけ。いやでもにしてもだよね、すごいよ。ありがとう、みんなのおかげだ。私もね昨日ちょっと歩いたのよ、15分くらい。だから今日もちょっと歩こうかな。歩いたら元気になったから、あ歩くの大事だわと思って、うん、いやチェケラ。夜だから気をつけるよ。あ大丈夫、外歩かないから大丈夫、外は歩かないから大丈夫、安心して。夜道は歩くじゃん、歩むなんか。そうそう、ランキング見ます。13位ひいらぎさん、ひいらぎさんありがとうございます。12位りのちゃん、りのちゃんありがとうございます。このうさぎのマークは何。11位まさかざとマーク、ふふさまさかずさんありがとうございます。10位、直樹さん。直樹さん、ありがとうございます。直樹さん、ありがとうございます。9位、達郎さん。達郎さん、ありがとうございます。8位、キャンさん。キャンさん、ありがとうございます。ありがとうございます。7位、わさっぴさん。わさっぴさん、ありがとうございます。6位、ノーティーさん。ノーティーさん、ありがとうございます。5位、アメジスト、アットマーク、歌団、初見たいさん。アメジストさん、ありがとうございます。ありがとうございます。4位、まくりざしさん、まくり、あとまく、パップマンドポコワさん、まくりざしさん、まくりざしさん、ありがとうございます。3位、ワクさん、ワクさん、ワクさん、ありがとうございます。2位、グラントさん、グラントさん、ありがとうございます。そして、1位は、エースのワンペアとマーク、ゆゆさん。エースのワンペアさん、ありがとうございます。イェーイ。ということで、45分後くらいになったら教えてください。切りますんで。まあ、自分でも見ますね。あと多分4分くらいあるはず。あと5分あった。じゃあ明日は6時から一旦1時間やるってことは決定で、ちょっともしかしたら多分ゲリラになっちゃうかもしれないから捨て星とかあんませできないかもしれないけど、できるだけできそうな時間があったら頑張ります。はい。ブリゴンちゃんありがとう、お前です。頑張ってください、ありがとう。一緒に頑張ろう、フォレスト系男子。そう、え今日ね、え今日私ね、あ今日の舞台見た人はいないよね、配信なかったから。すごいわかんないよね。今日私いつも自分のファンデーション塗った後に鉄用のファンデーションがあって、あ鉄っていうのは今私が出てる舞台のジョンマイラブの役の名前なんだけど、私のお鉄ちゃん用のファンデーションがあるんですよ。そうファンデーションがあって、それ塗るの忘れてたの、すっかり。自分のファンデーション塗って満足して、コンシーラー塗って満足してって全然気づかなかった全然気づかなかったんだけど、共演者の方が不意に私の顔見て、あれ今日なんか白くないって言われてってなりました。ブリゴンちゃんありがとう、なるべく見れるようにする、頑張るね、ありがとう。気づかなかったそれまで、あなんかでも確かに何かやってないなと思ったんだけど。ブリゴンちゃんハートたくさんありがとう。あでももうその時で出番の前だ、もう出る2分前とかだったから、あもうダメだと思って
でもまあ分かんないっしょと思って、その人は分かってたけど、まあ、分かんないかなと思ってね、普通に出ちゃったよね。分かんなかったでしょ。いや私も分かんなかったもん、鏡見て、鏡見て分かんなかったもん。だからその人が逆にすごいと思う、気づいたのが。え、塗ってないです今日は今日は塗ってないです。だからあ、でもね、いや分かんないよって他の人は言ってたから、普通分かんないよ、うん、え、だって鏡ずっと見てたけど、ハツコも気づかなかったもん。気づかなかった、気づかなかった、気づかなかったから塗ってなかったわけだしね。ただなんか多分近くでいつもこの会話をするくらいの距離で見てる人、え、でも鋭かったと思う、その人が鋭いんだと思う、うん。でも万次郎さんは何も言ってこなかったから多分気づいてない、うん。そう、その方が鋭かったんだと思うけど、うわ、なんか今日なんか足りねえな、あれ今日なんかやってないよなってずっとモヤモヤしてたのが多分それだわ、昨日と思って。あー、ドリンク、うん、でもちょっとなんか確かに血色悪かったのよ、そう、リップのね。だからちょっとチークとか足してみた。あ、お腹鳴った。いや全然肌白、腹白くないとか全然あれよ、うん、ショートさんじゃないです。翔太さんってでも鋭い、翔太さんも鋭いなと思ういつも。そうこれからもお墓の中で見てます。なんかすごくツッコミづらいコメントすごくボケづらいコメントだね、ツッコミづらいボケだねありがとうございます。あのなんか間違えて、あの お墓から出れなく出ちゃったりしないように気をつけてください。じゃあもうそろそろ配信終わります。明日は舞台がありので頑張ってきます。朝6時から1時間は配信しようと思うのでよろしくお願いします。ということで、じゃあ本日も見てくださってありがとう。以上 AKB48 のうたらはつかでした。目標の6位には届かなかったけど、ちょっと前進できて嬉しいです。それではまたねー。